おはようございます。門松です。社長です。今日ですね、カツオ入ってます。おすすめです。カツオのまあ簡単に見分け方、いい見分け方として、この血合いの色ですね。これがもうピンク、この身と一緒ぐらいの色だといいですね。結局カツオの臭みでもこの血合いから出るんで、でやっていきます。今日はね、ちょっと牛刀なんですけど、焼肉屋の方から